全国初の高校の中にある水族館として1999年に誕生した長浜高校の水族館。部員や来館者の増加に伴い郊外に移転する計画が進められていることが分かりました。長浜高校水族館部が運営する長高水族館は1999年に誕生。学校内に150種類2000匹が展示され、月に一度、毎月第3土曜日には一般公開を行うなど人気の施設となっています。それ、校内小さかったんやけど、今はもう現在、全国から集まる部員が増加しているほか、来館者も当初の100人程度からコロナ禍前にはおよそ800人にまで増えていて、展示エリアが手狭になっていました。こうした中、高校に隣接する長浜保健センターの空きスペースを活用する移転計画が浮上。大洲市などによりますと、長浜保健センターは延べ床面積が1650平方メートルの3階建てで、このうちのおよそ690平方メートルを水族館として利用。広さはこれまでのおよそ3倍になります。大洲市は今年度中に460万円をかけ改修する予定で、来年度からの長高水族館の一般公開はまずは1階のおよそ200平方メートルのスペースを利用する計画だということです。